クリストファー・マシューソンは、アメリカメジャーリーグの野球選手、ウトウミギウチ、ペンシルベニア州、ファクトリービル出身。愛称は、ビッグシックス、ザクリス・チャン・ジェントルマン。歴代3位となる、通算373勝を挙げた20世紀初頭の、著名な投手であり、最初に野球殿堂入りを果たした5人の中の1人である。 キリスト教長老派教会の富裕な家庭に生まれる。バックネル大学を卒業後、1900年にマイナーのバージニアカロライナリーグのノーフォーク球団からニューヨークジャイアンツに入団する。大学でのメジャーリーグ入り第1号であった。後に選手経歴の大半を過ごしたジャイアンツだったが、1年目は順調にいかなかった。7月に入団して6試合に登板したが、0勝3敗で、 防御率も5点台と振るわず、12月には一度ジャイアンツからノーフォークに送り返されている。ところがその素質に目をつけていた、シンシナティレッツが、すぐさま、マシューソンを指名し、一旦は、自分の支配下選手とした。その後レッツとジャイアンツは、マシューソンとエーモス・ルーシーの交換トレードを行い、マシューソンは再びジャイアンツに戻ってくることになる。翌1901年、 ルーシーがわずか3試合で滅多打ちにあって現役を引退したのとは対照的にマシューソンはその進化を発揮し始める。同年は40試合に登板して防御率2.241、20勝17敗の成績を上げてジャイアンツの主力投手の座を射止めた。1902年は14勝しか上げられなかったものの8試合が完封勝利であった。 1905年のワールドシリーズ1903年にはリーグ最多脱三振と共に30勝を達成。1905年まで3年連続で30勝、最多脱三振を記録しリーグを代表する投手となる。1905年の防御率はリーグ最高の1.28で、この年はナショナルリーグの投手3冠を手中にしている。また初めて出場したワールドシリーズでは、 三試合に登板し三試合とも、完封という離れ技をやってのけた。同一のワールドシリーズで三完封を記録したのは、マシューソンが唯一である。1911年のワールドシリーズ、ジャイアンツ監督であった、ジョン・マグローとマシューソン・クリスティ・マシューソンその後1914年までの間に、12年連続で20勝を挙げ、リーグ最イ立つ三振を5度。 最高値を4度、最優秀防御率を5度記録した。1907年に上げた37勝は現在でもナショナルリーグ記録である。1908年には、当主三冠王と西武王を同時に獲得するという、チャールズ・ラドボーン以来の快挙を達成した。当時のマシューソンが、決め球はあまりの変化量と切れから、フェードアウェイと呼ばれた。現在のスクリューボールである。 1916年シーズン中に新シシナティレッツに移籍し、同年に現役引退。通算373勝はメジャーリーグ史上3位、通算防御率2.13は歴代5位の記録である。また通算で2 5 0 2に三振を挙げ、対して支球は844しか与えなかった。1911年のワールドシリーズ期間中に、 タイカップと1918年第一次世界大戦に出生。科学作戦部隊に属して、毒ガスの使用法とそれに対する防御型訓練を受け、ヨーロッパの戦場へと借り立てられた。一行の中には、ジョージシスラーやタイカップもおり、いずれも、教官として、毒ガス、火炎放射器部隊へと配属させられた。当時、その部隊は、陸軍切手の列島兵が集められており、 スポーツ選手の言うことなら聞くだろうという理由からのものであった。その指導の賜物ももあり、列島兵とみなされた兵士たちもしぶしぶながらも命令に従っていくようになる。当時の訓練の一つに兵士たちを機密室に送り込んで警戒なしに毒ガスを放出するという危険なものがあり、すべての兵士は手の合図を見ただけでガスマスクをかぶらなければならなかった。しかしある日、 マッシューソンやカップたちは肝心の信号を見落としてしまい、毒ガスの充満する機密室に閉じ込められた。マッシューソンやカップは毒ガスをいくらか吸い込んで、ようやく事態に気がつき、すぐにマスクをつけ、手探りで壁を見つけて、外に転げ出た。この時は、肺が犯されていることに気づかなかったが、それから数週間の間、胸から無色の痰が排出され、 恐ろしい咳が続いたという。その後カップは、かろうじて回復しており、後にカップは、ンが止まった時、本当に救われた思いがしたと振り返っている。実際にこの事件で閉じ込められた16人のうち、8人までが死亡している。その一方で、マッシューソンはカップに、平らす、あそこで、毒ガスを、嫌というほど吸ってしまったんだ。ひどく気分が悪いんだよと語りつつ、 が混じっったたをを吐くななど肺を病むこととなったそしてこの訓練こそがマシューソンの死の永遠となった。マシューソンが療養生活を過ごした更なく湖畔のコテージマシューソンのほかペンシルバニア州ルイスバーグにあるルイスバーグ墓地に建てられている。第一次大戦終戦後、復員したマシューソンは療養地として知られるニューヨーク州。 さらなく子にて療養生活を送ることになるが、その療養中に人間は読んだり、書いたり、話したり、また動いたりすることさえできなくなると、つい余計なことを考えるものだから、僕は頭の中で野球の練習をすることにしたよ。実際にグラウンドにいるのと同じ気持ちで、次々と新しい事態を想像して、それに対する処置を研究するのさ。 毎日こうして過ごしているから、ゲームについて今まで気がつかなかったことをたくさん勉強したよ、とカップに語っている。マシューソンは一時的に健康を取り戻すことはあったが、療養の甲斐なく1925年に、廃病のため療養先のニューヨーク州、サラナク湖畔の療養所にて45歳で死去した。墓は故郷にほど近い、ペンシルバニア州ルイスバーグに建てられている。 カップは、後年、マッシューソンの最後について、あの忌まわしい運命の日のことを、私はまざまざと覚えている。1925年、この不正室の大投手、クリスティマッシューソンの生命の日はついに燃え尽きた。ちょうど彼独特の、あのフェードアウェイのボールのようにと、次元で振り返っており、奇跡的に生き残った同僚の一人として、私は彼に対し、心からの敬意を表したい。彼は、 数々の大記録を残したが、私が思い出すのは、その面での彼ではない。スポーツ界稀に見る偉大な人物、偉大な競技者としての彼に対し、私は、中心からの尊敬を捧げるものであると記している。アメリカ野球殿堂博物館ナショナルベースボール、ホールオブフェームミュージアム1936年に、最初に殿堂入りした5人の選手のレリーフ。クリスティマ・シューソン。 ベイブ・ルース、タイ・カップ、ホーナス、ワグナー、ウォルター・ジョンソン1936年にアメリカ野球伝道博物館が設立された際、マシューソンはタイ・カップ、ベイブ・ルースらと共に最初に伝道入りした5人のうちの1人となった。マシューソン在籍当時、フランチャイズだった NY、サンフランシスコジャイアンツの永久欠番扱いとして1988年、指定。また、 フルスジャイアンツにおいて、当時のフランチャイズであった、ニューヨークの二文字、NY として、当時の上司にして監督であった、ジョン・マグローと共に、永久欠番扱いとして1988年に、検証されている。非常に神経質な性格で、現役当初は、負けると、チームメイトから離れて一人で泣いていたという。また、進行心に熱く、プロになっても日曜日には登板しなかった。 現在では当たり前のように行われている投球後に肩や肘を冷やすアイシングはマシューソンがノーヒットノーランを記録した試合の後に言っていたことが始まりと言われている。投手としての持ち味は針の穴をも通すコントロールと打者の外角へ逃げ去る変化球、フェードアウェイにあった。唯一の弱点は味方チームが大量リードを奪う時が緩むことだった。マシューソンは 野球以外にもアメリカンチェッカーズの名人として有名で世界チャンピオンと対戦したこともあった。またアメリカンフットボールでも才能を発揮しており1900年に全米代表に選出されている。1902年シーズン終了後にはプロチームのピッツバーグスターズでフルバックとしてプレーしたがこの年限りでチームは消滅した。弟のヘンリーも ニューヨークジャイアンツで投手をしていたが、通算で勝に終わっている。球団通算記録すべて、ジャイアンツ歴代1位順位は、年度最終順位。ありがとうございます。